スカイツリーが、ここね、あの、そう、オキニのスポットなんですよね。あ、なんか発煙筒あるね。本当だ。なんだ。事故車。ちょっと怖いね。結構定期的に。そう、あのね、首都高結構落ちてんだよね。何を意味してんのかわかんないんだけど。なんかあったんだろうね。うん。でもほら見て、どんどんさ左に来てるってことは、車線をこう本当に絞ってるんだろうね。止まりますって書いてある。車線、これどんどん落としてってんのか、走りながらで切ってくんだね。そうそうそう、もうこっちは工事ですよと。そうでしょ、多分。面白い。絶賛落としてる。そうそう、多分落としてんじゃない。頑張れば落とすとこ見れるから。なんか最高尾っぽくない。うん、最高尾としたら、あの、この前の人が落としてた、あの、踏みつけてタイヤ燃えるだろう。ああ、ということで、この辺のエリアを抜けました。開けてる。気持ちいいよ。気持ちいいでしょ、屋根開いてると。いいでしょ。あのね、やっぱ父親にこっそり、あの、無断で来てるんで、あの、もうできるだけバレる前に早く帰りたいと、はい、いうことなんで、本来なら大黒までね、ちょっと行きたいんだけど、今日はちょっと C1 回って八潮南流へ降りようかなって。時間もね。そう、時間もね、あの、現在あの0時25分ということで、ちょっと非常によろしくない時間なんですけど。もう眠いもん俺。身を削ってきてるから。いや、わかる。まあ、今でもね、さっきまですごい眠かったんだけど、あの、やっぱ乗ると結構覚醒状態に入るから、あの、このいざこうやって運転してさ、ハンドル握るとその強制的に集中するからさ、まあ、一応感度は落ちてはないと。早いね、ボルボ。あれボルボっす。こっちでね、本当に知らないと思う。あの、スウェーデンの会社の矢印。よろしく頼む。あ、そう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 、このスカイツリーの横を抜けてですね、だからもう台東区ぐらいはもう過ぎてるんじゃないかな。そう、うん。そうだね、これちょっと映してもらえると分かるけど、駒形、ちょっとどこわかんないけど、まあ、でもこの先箱崎っぽいっすね。箱崎ってなんかね、首都高速の心臓みたいな感じで、あの、全てのなんかハブみたいな、なんかハブっていうか、なんか羽田みたいな。そう、羽田というか、まあ、新宿駅みたいな感じだよね。はい、羽田ではなかった。ちょっと違う。よろしく頼む。ちょっと違う、わかんない。首都高の本社ビルがある2階か3階ぐらいになんかね、こうくり抜いてサービスエリアになってるんだよ。やっぱ首都高の C1 ってさ、こう中心の中心じゃん、なんか東京のね、サークル1ってくらいだから、それを司るもっと中心みたいな。いい音やな、サービスエリアもね。うん、いろいろ注目されてるし。あー、確かに食事とかにもこだわってる。はいはいはい。いや、俺海老名とか行ってみたいんだよね。そう、なんか行ってみたら面白かったですよ。ここパーキングだよ。あ、ここね、駒形ね。そう、これなんつんだっけ、駒形パーキングエリアかな。そうだね、パーキングエリア、ほんとなん
放尿する場所なのよ。はい、間違いない。サービスエリアとかでご飯とか食べるところとかあったら面白いかもね。ああ、シーンとして、まあ、ちょっとそういうとこにもね、今後行けたらなというふうに思ってるわけではあります。まあね、その手元からだカメラでなんかいろんなとこ映してもらって、この辺とかこの辺とか後ろとかこの手元あたりとか、まあ、ずっとこの6速入れてるから変化はないんだけどさ。あれ、なんかまた発煙筒ない？どれどれ、ほんとだ。え、待って待って、嫌なんだけど。これ発煙筒？発煙筒でしょ、これ。発煙筒の名残。なんか燃えてない？ほら。あー、右行きましょう。今度は左が規制されてる。そうだね。あれ、でも、そういうわけではなさそう。どう？でもこれどうせ一車線に戻るんだよ。うん。なんか俺もさ、もはや車線の仕組みでかも。なんなんだろうね、今の膨らみは。速度落とせみたいな感じで、ほら、まだ落ちてる。なんなの、注目してほしいの。事故多発してるんだ。ああ、まあ確かに、ここはいつ回収されるんだろう。カーブが燃え尽きて灰になるとかなのかな。そういうこと。海が出ないし。ああ、一応環境に配慮しつつ。環境には悪そう。悪いか。目黒川か。何川これ。ここ、ここどこなの。ここはちょっとね、分かんない。でも、あの銀座、一応銀座ら辺に向かってるから、スカイツリーと銀座の間ではあると思う。銀座に向かってる。まっすぐが C1 だね。左がベイサイドで湾岸に行っちゃうと。前すごいな、光落ちちゃってるよ。緊張感ある。リアルグランツーリスモだよ。映像にしてもさ、前にさ、ドローン撮ってもらう。僕らさ、綺麗じゃない。美しいよね。だからゲームは、もうこれ C1 の外回りなのかな、ちょっと分かんないけど。上だね、右の急カーブだね。もうマニュアルマジで慣れてないからね、本当に怖いんだよね。え、これいいの、北池袋に行っていいの、中央道に行っていいの。分かんないよ。帰れんの。ワンチャン帰れない。あ、でも一応こっち C1 で合ってるの。横浜で、でも一番左横浜だよ。ほら、レインボーブリッジや。レインボーブリッジじゃないか、大丈夫だ。この辺多分大学だ。いやー、2年になったらキャンパス変わるからさ。え、なに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 、2年になったらキャンパス変わるからさ。あ、そうなの。神田橋だって。どこす、どこ神田橋。でも超ビル群だよ、超ビル群。めちゃめちゃオフィス街。気持ちいい。こういうとこで働いてる人すごい。非常に生産性が高いよな。お、待って、おー、びっくりした。 NSX かと思ったら全然普通のクラウンだった。びっくりした。そう、ないのよ、何にも知らないから。あー、そういう興奮がね、横通り過ぎて全部普通の車に。たまにね、もうあの、なんていうの、明らかにさ、えぐいやつみたいな、すごいやつあるよ。まあ、なんか下の車だが、まずそもそもあんまないから。そうだね。だから、まあそういう俺からすると、うん、なんか、あのジープとか、うん、ああいうのはなんかかっこいいなと思う。うん、からさまにね、分かりやすいじゃん。そうだね、でかい SUV でやっぱ人気あるしね。ジープ、ゲレンデーとか、あとなんだその辺の界隈の SUV、 タイヤのでっかい、そう、あの、
分かるよ、分かる分かる。ちょっとラグジュアリーな感じもありつつ、それはない感じか。ラグジュアリーだよ。ラグジュアリーではないんだ。アウトドアの大きな感じがありつつ、レンジローバーとかかわいげがあるっていうデザイン。うん、だからそういう車かわいいなと思って。燃費悪いんだけど。悪いよ、あんまり良くない。てかそれより後ろのトラックにめっちゃ詰められてる。ガン詰め、煽り運転怖いな。あのね、最近気づいたんだけど、車間距離近い人って自分が車間距離近いって近い運転してるって自覚がないんだよね。そう、最近気づいた。うん、普通のほらだってあのトラックヤバくない？ガン詰めしとるやん。ほらめちゃくちゃ飛ばしてるし、ね、うん、バカでしょ。あのブレーキでカーブでブレーキ踏まないといけないぐらい飛ばしてるってことで、ちょっと効率悪いよね。あのさ、うん、前の車ラインについてた、うん、うん、あれはその効率的には OK？ いやダメ。あ、ダメなの？あれ多分パトカーいたら捕まるんじゃないか。あ、取り締まられる。うん、ちゃんとダメなの？ダメです。ちゃんとダメなやつです。お、スポーツカーがいる。